1830年頃のハノーバースクエアルームズハノーバースクエアルームズまたはクイーンズコンサートルームズはかつてロンドンにあった音楽の演奏会を催すための集会場である。1774年に建設され1900年に取り壊されるまでロンドンを代表するコンサート会場だった。1774年スイス出身のジョバンニがディーには ヨハン・クリスティアン・バッハ及びカール・フリードリヒ・アーベルと共同でハノーバースクエアの東南角にコンサートルームズを設立した。建物では演奏会の他に舞踏会や仮面舞踏会も開催された。後にガッディには他の二人から建物を購入した。ここで有名なバッハ・アーベルコンサートがバッハのボッスル1782年まで開催された。また、 貴族たちによる古学演奏会も開かれた。ヨハン・クリスティアン・バッハの没後は、バイオリニストのビルヘルム・クラーマーを中心とするプロフェッショナルコンサートが、バッハ・アーベルコンサートの後を継ぎ、1783年から1793年まで開催された。このコンサートのライバルは、ヨハン・ペーター・ザ・アロモンのコンサートで、ハノーバースクエア・ルームズで1786年から、 コンサートを行った。1790年のニコラウス・ヨーゼフ・エステルハージの死に伴ってエステルハージ家の楽団が解散したため、学長のフランツ・ヨーゼフ・ハイドンはウィーンに移った。この木をザーロモンは逃さず、自分のコンサートのためにハイドンをロンドンに招聘した。ハイドンは百九十一から十二年と百九十四から十五年にロンドンを訪問し、 このために合計12曲の公共曲を作曲したが、うち93番から101番までの9曲は、ハノーバースクエアルームズのザーロモンのコンサートで、上演された。フィルハーモニック協会は、本拠地としていた、アーガイルルームズが1830年に消失し、短期間、ヘイマーケット国王劇場を使用していたが、その後1869年まで、ハノーバースクエアルームズを使用した。 1833年からここでフィルハーモニックコンサートを開催した。ありがとうございます。